キリスト騎士団はローマ教皇の命令により1312年に廃止されたポルトガルのテンプル騎士団に相当する国である。以前はシュイエスキリスト王立騎士団であった。カトリック教会の影響下にあった他の主権国家ではテンプル騎士団に対して追求と裁判が行われたが、これを拒んだポルトガルをディニス一世の保護を受けて1318年に創設された。 フランス王フィリップ4世からの強い圧力のもと、教皇クレーメンス5世はフランス王をはじめとする欧州のほとんどでテンプル騎士団を異端の罪によって廃止したが、ポルトガル王ディニス1世は、いかなる訓位であっても王がその資産を没収するのではなく、該当する訓位がそれらを継承すべきと考え、主にトマールのテンプル騎士団がレコンキスタと戦後のポルトガル復興に尽力したことから、 同騎士団をキリスト騎士団として再構成した。ディニス一世は新たな騎士団の承認と、その騎士団がテンプル騎士団の資産と財産を継承する権利について教皇、クレメンスの後継者、ヨハネス二十二世と交渉した。騎士団の起源は1118年頃に創設されたテンプル騎士団に遡る。 フランス王によって迫害されたテンプル騎士団は1312年最終的に教皇の命により解散させられた。しかしヨーロッパ全土における迫害にもかかわらず無罪が証明されたポルトガル騎士団のため1317年ポルトガル王ディニス一世はキリスト騎士団を創設した。大公開時代ポルトガルの騎士団は莫大な富と地位を得た。 1789年、ポルトガル女王マリア一世は、騎士団を世俗化した。1910年、ポルトガル王国の消滅に伴い騎士団は、廃止されたが、1917年に復活されて、ポルトガル大統領が騎士団のグランドマスターとなった。現在、キリスト騎士団はアビス騎士団、聖ヤコブ体験騎士団と共に、古き騎士団を構成し、 グランドマスターである大統領を補佐するために、大統領が指名する長官及び8人の評議員の管理下に置かれている。岸団勲章は、その名称に関わらず、議会、政府、外交、裁判所、国家機関あるいは、行政府にて、共和国に対する卓越した貢献を行った、ポルトガル、または、外国の市民及び軍人に送られる。今日 ポルトガル政府によって授与されるキリスト騎士団勲章は5階級からなる。キリスト騎士団の第十字の聖章及び長寿、ありがとうございます。